皆さんおはようございます。おはようございます。見えてる見えてるカンペがカンペが見えてます。12月1日の、コンサートに向けて、はい、私たちから、お願いとご連絡がございます、ご報告もございます。そうですね、そうですね、詳しくはどういうか最後までご覧いただいて朝ですけど、まず、12月1日ですけども、モーツァルトサロンという、会場ですが、 JR の赤羽駅から徒歩10分かかります。一番商店街を抜けて、抜けた先にあるんで少し遠いんですけども、南北線、メトロの南北線の赤羽岩淵だと直結しています、すぐ真上ですね。2番出口の前です。はい、2時開演となっておりますので、以前のライブの時にね、時間間違えた方がいらっしゃったので、ちょっと気をつけていただけたらありがたいです。会場は1時半になっています、で、私たち多分おそらく当日もバタバタしてね、リハーサルやら準備やらで、1時半まで会場でリハーサルをしたり準備をしているので、プラスそのサロンに待合室がない、ロビーがないので、会場時間前にいらしていただいてもご案内できないと思います。ですので、30分、1時半前にはいらっしゃらないでいただけたら嬉しいです。チケットの取り消しはできません。私たちの SNS 上でチケットの転売や欠席のご連絡いただいても、ちょっと当日返信することはほぼ不可能ですので、控えていただけたらと思います。また、場内は飲食禁止で、前回とここは違うんですけども、演奏中は撮影や録音は、禁止とさせていただいています。まあ、ここでご報告なんですが、お待たせしました。ゴボティ完成しました。2000円です。皆様のご希望にね、なんとか寄り添えたいと思って、アンケートにたくさんご回答いただいたんですけれども、妥協点もありますが、一生懸命作りました。デザインは当日のお楽しみとさせていただきます。が、まあ、とりあえずね、作った時我々震えましたね。震えましたね。お気に入りの渾身の椅子となっています。12月の1日、コンサートの日に会場で先行発売いたします。その後はネットで販売する予定ですが、今回どれぐらいね、作ったらいいのかなとかも、もろもろ考えた結果、数に限りがあるので、ご希望の方はお早めに買って、12月1日はチケットを買ってくださった方はもちろんのこと、16時に終演予定なんですが、終演後にチケットのないお客様もいらしていただけるように販売する予定です。ただ16時終演っていうのは目安なので、もしかしたら時間が前後してしまう可能性はあるんですけども、もし、ちょっと時間とね、ご足労いただくことになりますが、もしそれでもいらしてくださる方がいらっしゃいましたら、当日会場でお待ちしております。なお、15時には撤収を、17時ですね。17時には撤収いたしますので、16時から17時の間ぐらいかなに、いらしていただけたらと思います。すっごく嬉しかったんだよね。すっごく嬉しかったんですけど、もうすでにチケットも買ってくださってるし、交通費も時間もかけて来てくださっているので、それ以上のものは私たちは望んでいないので、はい、このままの格好でいらしてください。それよりもまた行きたいと思っていただけるように頑張りますので、次回のコンサート1月になるんですけど、お越しいただけたら嬉しいです。長々とね、話してしまいましたが、コンサートまであと少しですね。はい、ここも緊張しています。泣きそうです。寒さも厳しい。
しくなってまいりましたが、体調に気をつけて当日会場でお会いしましょう。はい、じゃあ皆さんにね、はい、楽しんでいただけるように頑張ります。頑張ります。はい、ではでは、またまたじゃないや、当日お会いしましょう。お会いしましょう。今日も一日良い一日を。グダグダ。